はい、大変でーす。あ、マイクレースのお客様も結構重い感じか。やっぱ加藤が軽くてよく走る。マイクロエースのお召し、お召し客車、はい、新1号編成5両セットですね。まあ加藤からも出てるんですけど、機関車はトミックスのこちらのお召し機。まあ加藤のお召し機と迷ったんだけど、トミックスの方がヘッドマークがなんか3つついてるのかな。加藤は2つ、うん、あんま自信ないけど。今一番後ろのカプラーがなんか低Nにしようかななんて思って、結局今カプラーがついてない状況。でこうマイクロエース乗って、このベンチレーターが極端にこう、まあ485系の3000番台の初刈りとかもそうなんだけど、なんかこうパステルカラーっていうか、こういう感じなんだ。でここの屋根のアンテナがナスカの地上絵というか、ピゴンってこう印刷じゃないんだけど、うん、でここだけこうちゃんとこうなってんだよね、こう別パーツっていうか、まあこれも別パーツって別パーツなんだろうけど、ここだけなんこんなぺちゃんこの、うん、ちょっと惜しいところはある、はい、そう。ピーって、はい、青森だー、ガッチャンと、はい、在来線で北海道へ行くのも、お召し客車って青函トンネル越えたことあるんだろうか。なさそうだよね。そういうの調べてる人いるかな。青森駅によると進行方向が逆になるんでしたっけ。
で、なんかあの信号所、どこの信号所だったっけか、あっちの方行くとそのまんま、結構記憶が曖昧。函館、函館に行くと、はい、もう思いっきりアナログってどうです。この間買った加藤の DD51、 あのさよならトワイライトのセットの中にもトミックスのやね入ってるけど、前吹きが、ちょっとたまたま、生殖の DD51 の引くお召し客車多分ない。完全にお尻が痛くなってると思います。加藤のこの ED79 を、出したもんで、なんか遊び心がなんか今エラーを起こして、やっぱりシンクロ、2台のシンクロがうまくいってないような感じですかね、はい。まあ、あのゴムなしのなんか車輪がオプションで足パーツみたいなの売ってるらしいんですけど、そこまでしてっていう感じではないですね。で、他の機関車でもちゃんと走るやつは走るのに、はい、ありがとうございました。